海。無事にチェックアウトすることができました。そしてこの後は名前忘れたけど、ちょっと遠いところに行きます。タッカ。イエーイ。はい。バーナーヒルズサンワールド。今降りてきました。さあ、サンワールドから1時間ちょいかかったのかな。今はね、ホイアンという場所にいるんですけれども。めっちゃ幻想的。てなわけで、ベトナム2日間楽しみました。4パート分お付き合いいただきありがとう。